リムは、カキの薬莢の底部の張り出しである。リムは、削り出し、鋳造、成形、型打ち、スタンプ、プレスなどによって作られたカキのカートリッジの底部の張り出しである。リムにはいくつかの目的があるが、最も一般的な目的は、エキストラクターを噛み合わせる場所にするためである。現代のほとんどの弾薬は何らかの種類のリムを持つが、例外として、ケースレス弾薬には、 リムはない。現代の弾薬には、いろいろな種類のリムが用いられている。リムド、リムレス、セミリムド、リベーテッド、そしてベルテッドである。この分類は、リムのサイズと薬莢の基部との関係による分類である。357マグナムリボルバーのリムド弾薬リムド。弾薬は最も古い形式で、リムの直径がカートリッジの基部よりもかなり大きい。 リムドカートリッジは薬室の中でカートリッジが適切な深さに放置されるようにするために用いられる。リムドカートリッジのヘッドスペースはリムの上端からになるので薬莢の長さはリムレスカートリッジの場合よりも重要ではない。いくつかの下記の薬室はよく似たリムドカートリッジだがそれより短いカートリッジを安全に装填して発射できるようになっている。例えば、 38スペシャルは357マグナムリボルバーで使うことができる。リムドカートリッジはカートリッジを一定の位置に保持するのにリムの助けがいるリボルバーや中折れ式の単発銃などに適している。リムドカートリッジは一般的に言ってボックスマガジンから球弾するような下記ではあまりうまく動かない。リムドカートリッジの中でもリムファイヤ式の弾薬は カートリジを発火させるための展開薬がリムに充填されている。リムドの拳銃弾の例としては、38スペシャル、357マグナム、44マグナムなどがある。リムドの小銃弾の例としては、22ホーネット、303ブリティッシュ、7.62X54 メートル MR などがある。 リムレス 9mm パラベラム拳銃弾リムレスの薬莢ではリムは薬莢の基部と同じ直径でありエクストラクターグルーブとしても知られているリムが薬莢からはみ出していないのでヘッドスペースはストレートな薬莢の場合は底部からケースの先端までボトルネック薬莢の場合はショルダーまでになるエクストラクターグルーブは引き抜くためだけに使われるリムがはみ出していないので リムレス弾薬はボックスマガジンからの球弾が非常にスムーズである。従ってボックスマガジンから球弾する火器に主に使われる。リムレス薬莢は中折れ式の銃やリボルバーには向かない。使うとすればスプリングロードのエクストラクターやリボルバーではムーンクリップを使うように適切な改造をする必要がある。リムレスのストレートな薬莢はマグナムリボルバーや 中折れ式の単発銃で使うのに適していない。薬莢の口までのヘッドスペースは、発射の強烈な反動に逆らって、弾を放置するのが難しいからである。リムレスの拳銃弾の例としては、9mm パラベラム、40S&W 及び、45ACP がある。リムレスの小銃弾の例としては、309ウィンチェスター、 223レミントン、そして30から06スプリングフィールドがある。セミリムド。32ACP 拳銃弾セミリムドの薬莢は、リムが薬莢の基部からわずかに突き出しているが、リムド薬莢ほどではない。小さなリムは十分なヘッドスペースを確保できる一方で、ボックスマガジンからの球団の妨げにはほとんどならない。セミリムドの薬莢は、 他のタイプに比べて、あまり一般的ではない。セミリムドの拳銃弾の例としては、25ACP、32ACP、38ACP、そして、38スーパーがある。セミリムドの小銃弾の例としては、308マーリンエクスプレスや、338マーリンエクスプレス、そして、444マーリンがある。並んだリベーテッドリム。 50ベオウル普段と比較用のリムレス 5.56X45mm ナトーダンリベーテッドリムの薬莢ではリムが薬莢の基部の直径よりかなり小さく引き出すためだけに使われるこの機能はリムレス薬莢と同じだがその他に他の弾薬との互換性を考える上での利点も備えているこの例としてデザートイーグルピストルでよく使われる リベーテッドリム弾薬である。50アクションエクスプレスがある。生産を簡単にし、所有コストを下げるために、50AE はデザートイーグルの最も一般的な光景である。44マグナムのリムの直径と同じ直径のリベーテッドリムを持っている。44マグナムと同径のリムを持っているので、デザートイーグルは重心と断層を交換するだけで、 44マグナムから 50AE に変更できる。他にも、短命に終わったジェリコ941コンバーチブルピストルで使われた41アクションエクスプレスがある。ジェリコ941は、同じ弾装を使用し、重心を交換するだけで光景を変えることができる。最近では、ウィンチェスターショートマグナム、ウィンチェスタースーパーショートマグナム、および、 小銃弾のレミントンウルトラマグナムとレミントンショートアクションウルトラマグナムファミリーはリベーテッドリムを持っている。これらは既存のマグナムライフルのボルトフェースに適合するように設計されているがより多くの容量を得るために薬莢が太くなっている。リベーテッドリムは API ブローバック方式の弾薬の特徴でもある。これらベッカー 20mm 機関砲から発展した 自動砲の兵器は薬莢を収めるのに必要な長さより長いストレートな薬質を持っている。これが意味するのはエクストラクターの爪も含めて薬質の中に収まらなければならないということである。したがってこれら薬莢はリベーテッドリムを持っている。ベルテッド 375H&H マグナム338インチェスターマグナムと 比較用の US25 セント硬貨ベルテッド薬莢のベルトの目的はヘッドスペースを提供することである。エクストラクターグルーブはベルトに切られ、これはリムレスの場合は薬莢に切られるのと同様である。ベルトは本来はリムレスの薬莢のリムの役割をする。この設計は1 9 1 5ごのイギリスの400-375ホラント ホランとマグナムに遡る。ベルトを追加することによってカートリッジのショルダーが比較的小さくても適切なヘッドスペースが得られる。これらの古い英国のカートリッジの薬莢のショルダーが小さいのは現代の無塩火薬ではなくコルダイト火薬で発射するからである。コルダイトはスパゲッティのような棒状に成形されているのでそれを収納するためにカートリッジの薬莢は 円筒形でなければならなかった。このベルトは375ベラペックスから発展した、例えば1912年の375ホラントホラントマグナムのようなカートリッジに引き継がれ、いくつかの場合には高圧のマグナムカートリッジを似たようなサイズの薬室に誤って装填するのを防ぐ役割もあった。20世紀末のアメリカではこのベルトは マグナムの代名詞となった。ありがとうございます。